では坪井さん、はい、今日は皆さんが大好きでポッポ焼きっていう簡単なお料理があるんです。先生、ポッポ焼きっていうのは何でしょう？ポッポ焼きっていうのは、はい、こう湯気が立ち上る様子、はい、世界焼けていく様子、はい、温かくなる様子、はい、懐とか懐の中とか、はい、そういう意味があるんです、はい、そうなんですね、だからこうだんだん温かくなっていく、まあ、術を申しまして、はい、ポッポ焼きっていうのはよく小さい頃、はい、あの神社とかお寺さんに行くと、はい、よく屋台が出てて、はい、イカ焼きって売ってたでしょ、はいはい、いい香りに誘われてね、はい、それを今日作ります、はい、で簡単できて、はい、一番あの喜ばれるメニューなので、はい、やってみましょう、はい、ね、分かりました。では先ほどおろしてみたので、はい、こっからいきます、はい、味を染み込ませるために、はい、切り込みを入れます、はいはい、では切り込みというのは、はい、ここに包丁で、はい、さっさっさと3箇所入れてくれますか。はい、3箇所ですね。はい、3箇所です。わかりました。はい、では行きましょう。はい、はい、どうぞ。はい、はい、こんな感じでいいですか。はい、上手。はい、はい、そうです。はい、はい、できました。はい、それではこちらの調味をまずバッと入れましょうか、はい、じゃあ調味液を先入れちゃいましょうか。調味液を先入れましょう、はいはい、ではみりんです、うん、はい、それからお醤油です。醤油ですね、はい、はいはい、そこに、はい、イカを、はい、入れてコロコロ転がしてください。はい、そうです。いいですか。はい、そうです、はい、でこれで大体お時間は、はい、まあ、5分でも10分でもちょっと置いていただいて、はいはい、途中焼きながらこのつけといた汁をハケでこう塗りながら焼くと非常に美味しいんで、はい、そうしましょうね。はい、わかりました、はいはい、グリルで焼きたいと思います、はい、はい、ではこの中に入れていきましょう、はい、はい、ではどうぞ、はい、はい、ではただ今10分経ちました、はい、はい、じゃあちょっと置きますね、はい、はい、どうぞ置いてください、は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 い、ではこれで焼いていきます、はい、さあ坪井さん、はい、焼けたかな、はい、とりあえず3分経ちました、はい、1回タレをかけます。はい、わかりました。開けてみてください、はいはい、どうぞ。ます、うわ、美味しそうですね。いや、美味しそう。はい、じゃあこの上に置いてタレを塗りましょう、はい、はい、どうぞ。うわ、はい、はい、こうです。はい、じゃあタレを塗ってください、はい、まんべんなく塗ってみましょう、はい、はい、そうです、はい、はい、ほら、はい、いいですね。イカはね、はい、カウリンっていう栄養成分が多くて、はい、特に目と頭の疲れを取るんですよ。あ、そうなんですね、はい、じゃあどうぞ、はい、はい、また焼きましょう、はい、はい、あと3分です、はい、はい、どうぞ。まあ、だいたい5、6分で焼けますからね。はい、はい、どうぞ。はい、坪井さん、はい、できましたよ、はい、はい、じゃあ開けてみましょう、はい、はい、どうぞ。うわ、美味しそうですね。はい、どうぞ、はい、うわ、はい、出来上がりました。はい、OK です。このようでいいですか。はい、そうですね、はい、はい、OK です。はい、はい、そうしましたらマヨネーズを、はい、この手前にちょっと置いてください。はい、はい、そうです。はい、はい、このようでいいですか。はい、OK です、はい、はい、でこちらは七味唐辛子です、はい、かけますか。はい、はい、七味唐辛子はまあお好みで、お好みで、はい、かけていただいて、はい、はい、OK、はい、はい、そうです。はい、できましたね、はい、はい、ではイカのポッポ焼きです。はい、完成です。はい。